いや、そろばん教室。はい、こんにちは。それでは89のメインですね。89からは割り算が入ってきます。さあ頑張っていきましょう。まずね、これ376÷8 はって言いますね。このマークが割るのマークですね。割るのマークで、割るのマークのこっち側の数376ね、これを割られる数って言います。言ってごらん。割られる数、そうで、割るのマークのこっち側の数、この場合は8ですね。これを割る数と言います。言ってごらん。割る数、はい、割り算。まず先にね、これ何桁？3桁。これは1桁。掛け算の時は足しましたね。割り算の時は引きます。 3-1 は2。はい、じゃあ2ね、そろばん使うよ。はい、3-1、 2、 2桁ってどこ？そう、ここが2桁になりますね。割り算はまず桁の隣から割られる数、問題ね、問題を置きます。桁の隣からだよ。376ってこういう風に置きます。割り算は桁の隣から問題を置くって覚えてくださいね。はい、そうすると次は37。まず前の2桁を見ます。前の2桁ね。37。8の段で37に近い掛け算句をまず探していきますね。81が8ね。82、16。83、24。84、32。85、40。で、37を超えたところで掛け算句を止めます。40で今超えましたね。37から40は引けないですね。引けなくなったら止まります。止まったら1個戻ってみてください。8540の1個前は何？ 8432。そう、8432。これが答えになりますね。なので割り算はまず、84っておいて、32って引きます。はい、じゃあやってみるよ。はい。84っておいて、32って引きます。そう。まだ問題残ってますね、56ね。もう一回探します。8の段で56。何がある？掛け算句。8756。そう。なので、問題のすぐ前に答えを置くね。問題のすぐ前に答えを置く。8756。そう。これで問題が全部なくなりましたね。これを割れたって言います。言ってごらん。割れた。割れたらこれが答えです。47ね。1の位まで。これが答えね。はい、47。はい、これ同じ問題もう一回やってみようかな。はい、払って。はい、これ何桁？ 3 桁。これは？ 1 桁。3-1 で答えは？ 2 桁。はい、2桁ってどこ？はい、じゃあ桁の隣から問題を置いてください。376って。はい、そうすると、8の段で37に近いものを探すね。何が近い？8540は引けないから8432。そうですね。なので8432が答えとなるので、問題のすぐ前に答えを OK。 84っておいて32って引きますね。はい、次、何の段で何を探したらいい？8の段で56。はい、何がある？8756。そう。なので、問題のすぐ前に答えを置くね。87っておいて、56って引きます。これで答えが47ということですね。割り算はこういう風にやりますね。はい、じゃあ次行ってみよう。はい、払って2番ね。次、問題読んでみて。315÷9。そうですね。これ何桁？
3桁。これは1桁。割り算は引くの足すの引く。そう、だから3引く1は2。はい、じゃあ2桁はどこ？そう、隣から問題を置くの。315ってパッと置くね。もう割り算は問題をパッと置く。そう、次、何の段で何を探したらいい？くの段で31。何が近い？く327。そうだね、くし36はなんでダメ？大きいから。そう、31から大きくて引けないね。引けないからダメね。はい、じゃあやってみるよ。くさーん、そう、問題のすぐ前に答えよくね。くさーん、27って取るね。そう、まだあるね。何の段で何探す？くの段で45。はい、何がある？く5、45。そうね、問題のすぐ前に答えよく。く5、45って、これで割れたね。答えは35。はい、じゃあ答え書いて。よく頑張ったに。いは、そろばん教室。ワクワク惑星どんぐりこん、チャンネル登録よろしくね。